ですね、LINE 公式アカウント上手に作って売り上げアップということで、本日はリッチメニューについてご説明します。はい、こんにちは、こんばんは、カオゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティング、IT 技術を活用して自分のビジネスを進めていく方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスの成長を加速させるために有益な情報をお届けします。はい、ではではでは早速ですけれども、はい、始めにです。まずですね、リッチメニューっていうことなんですけど、どういったものかっていうご説明を先にします。よく、登録されたりとかして、ですね、見られた方はご存知かもしれないですけど、プロフィールなり、メッセージのメニューをパッて見たときに、通常の LINE とは違って、下からなんかこう、ボタンが押せるような、なんかそういうメニューがこう、飛び出してるの見たことないですかね。あれがいわゆるリッチメニューっていうふうに言われます。あれは、下に常時こう、表示されてて、すぐになんかそれをタップしてできるような内容なんです。はい。で、今回はですね、いきなりですけど、ちょっと設定の方の画面を先に見ていただいてから、細かい説明をまたご説明しようかなと思います。はい。ではではでは、設定画面をどうぞ。はい、ではですね、ちょっと設定をしていこうかなというふうに思います。はい、ログインしていただいて、トップ画面またこんな感じで出てくると思います。で、ですね、リッチメニューの方なんですけど、左側のここのサイドバーのところですね、ちょっと下の方、見ていただきますと、挨拶メッセージの下のところにこう、リッチメニューというのがあります。で、これをクリックしてください。そうするとこんな感じで、リッチメニューを作成っていう、画面に切り替わります。で、ここで、リッチメニューを作成をします。で、まずですね、このリッチメニューをいくつか作れるので、このリッチメニューのタイトルを、作っていこうと思います。例えば、ですね、セール情報みたいな感じで、名前を決めておきます。で、表示する期間がこれ決めれるんですね。例えば、今日から、ですね、月末まで、みたいな感じで、時間まで設定できます。なので、こう、ある程度、この期間からこの期間はこのボタン、みたいな形の設定ができます。はい。でですね、下の方に行きますと、コンテンツ設定ということで、左側にプレビュー画面、実際のその、出てくる画面が、こう、見えます。で、そこで、マジでやっていただきたいのが、このテンプレートっていうところですね。で、これを選択すると、どんな形のボタンにしましょうかっていうことが出てくるんですね。で、大きく分けて、大きい方と小さい方っていう形に分かれてます。正確に言うと2段か1段かっていうことなんですけど、最初の方は、このちっちゃいやつでいいと思います。で、極力1個でも十分なんで、こういう形のものを設定してられたらいいかなというふうに思います。で、今回はですね、僕ちょっとこの、テンプレートを使っていこうと思いますんで、これを選択します。はい。で、続きましてですね、ここに画像っていうことがあるんですけど、これはあくまでも枠だけっていうことになるので、ここに当てはまるような画像を設定しないとダメです。はい。で、それはですね、ちょっと僕、あらかじめちょっと、用意してるんで、ここで2種類ですね、画像をアップロードするのか、ここで画像を作成するのかっていうものがあるんですけど、ちょっと、後でお話しますけど、画像アップロードっていうところをちょっとクリックします。はい。で、それでですね、あらかじめちょっと用意してた、画像をちょっとここにセットします。はい。こんな感じですね。で、こんな感じでちょっと、タップして押せる部分が3種類ということで、絵が当てはまって、こんな感じにできます。で、続きましてですね、これ一個一個にボタンの設定していきます。例えば A のところはどうしましょうということなんですけど、今回の場合ちょっと全部ですね、リンクにしてしまって、で、どっかサイトかなんかにこう飛ばすような感じにしようかなというふうに思いますんで、ですね、ちょっと待ってくださいね。僕のこのサイトのトップに、ちょっと飛ばすような感じでいきます。このリンクに関しては、分かりやすいような名前をちょっとつけていただいて、セール情報とかですね。で、B のところも、リンクにしてしまって、で、ここが、予約とかですね。
で、まあ、選択、まあ、いろいろこう、最初に設定すれば、ですね、LINE 公式アカウント内でやってる、こう、サービスがこう出てくるんですけど、まあ、今回は、まあ、全部リンクなんで、こういった形にして、で、ここによくある質問、みたいな形で設定します。で、あとはですね、もう一つ、設定していただきたい内容があります。このメニューバーの設定ですね。もう普通はここにメニューっていう風に書いてるだけなんですけど、これ別にメニューっていう風に書いてる必要性別にないんで、例えば、矢印、上。こんな感じですね。はい。こちらをタップ。みたいな感じにすると、ここにこちらをタップって出てくるので、こんな感じの設定をしていただければいいかなと思います。あ、文字数がちょっと多かったな。はい。はい、こんな感じですかね。はい。で、これで全部、デフォルトの表示は表示するでいいんで、これが表示しないってなると隠れてます。まあ、表示するでいいと思います。はい。で、これで全部 OK っていうことになると、ここで保存っていうふうに押します。はい。で、これでですね、実際に設定が完了しました。なので、こういった形で、いくつもいくつもメニューっていうのは設定できますし、予約の期間ですね、あらかじめ決めた期間で、いついつからいついつまでっていうことで、できます。はい。いかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ簡単やったと思います。はい。で、ここで、ちょっと、でも画像作れないよ。っていうふうに思われると思うんですね。で、ここでちょっとおすすめなんですけど、ですね、キャンバーっていうサイトがあります。で、ここなんですけど、実はこのリッチメニューっていうもので、LINE 公式アカウントのリッチメニューのテンプレートをたくさん置いてるんですね。なので、このキャンバー使うと、別にフォトショップとか、なんか画像、なんか作成ソフトとかで、作成しなくても、もうぴったりハマる、自分の好きなメニューを、簡単に作れるような形の、サイトなんです。もちろん無料です。なので、まあ、こちらをちょっと、利用していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ただですね、ちょっとリッチメニューの注意点がいくつかあります。これもちょっと聞いておいてください。まずですね、リッチメニューの注意点なんですけど、無駄なメニューはつけないようにしましょう。例えば、ですね、まあ、いろんなの詰め込んじゃえばいいんですけど、まあ、ごちゃごちゃしてるボタンというのは、結局のところなんか、うわ、いっぱいあるわっていう嫌悪感になってしまって押される可能性が少なくなるので、極力少ない、メニューを、心がけましょう。で、あとですね、売り上げを目的にして、やる行動の、ものにしないといけないので、直結する項目をそこに置くべきなんですね。例えば、先ほど 50% オフはこちら、みたいな感じ。とか予約はこちらみたいな感じとか、だから目的が明確になっているものに対して、すぐにタップしていけるような形にしましょう。で、やっぱりこうメッセージとかも見るんですけど、下に常駐してあるものなんで、その方が気づいてすぐに何かの行動ができるようなものを下に置くべきなんです。で、その行動っていうのは何なのかっていうと、やっぱお店側としても、その見られる方側にしても、これ、すぐにこれしたいなっていうものを置いとくのがやっぱり親切な作りかなというふうに思いますんで、必ずなんか直結するような項目にしましょう。で、もう一つですね。で、あくまでもシンプルに作りましょう。例えば、ここを、まあ、きらびやかにね、なんかこう広告みたいな黄色、赤、白とかね、そんなんでバババババーンってチラシみたいに作っちゃうと、結局のこう広告っぽい感じになっちゃって、タップされる可能性がやっぱ落ちてしまいます。やっぱあくまでもわかりやすくて、すぐにボタンが押せやすいような感じのシンプルさが、やっぱりここは大事かなというふうに思います。はい。で、ここでですね、ちょっと参考になんですけど、ボタンの、まあ、こんな感じがいいんじゃないかなっていう種類をちょっとお伝えしようかなと思います。まず飲食店の場合です。まあ、例えば、こう、クーポン券と予約、以上、みたいな。まあ、これだと、例えばお客さんが何かの情報をパッて送られてきて、なんだろうと思ってタップしてみたときに、下に並んでるのがクーポン券と予約っていうことであれば、あ、そうだっていう気づきになりますし、クーポンがあるってことは行こうかなっていうふうに思うんで、予約をしようと思います。これ両方とも叶ってる感じのことかなというふうに思います。で、
次はちょっとかなり手間かかるかもしれないです。システム使わないといけない可能性もありますけど、まあ店舗の混雑状況を案内したりとか予約っていうことなんですね。お客さんからしてみたらもしかしてめっちゃ混んでるんじゃないかなっていうふうに思ってらっしゃると思うんです。なので、まあこの辺はちょっと店舗の努力のところもあるんですけど、お店の混雑状況を、露出して、お店、お伝えします。そうすると、なんかお客さん、ああ、空いてんじゃん。じゃあ行けるじゃん。とかね。いうふうに思われるんで、まあ予約が取れたりとか、まあすぐにアクションできるところですね。そういったところを置かれるといいのかなというふうに思います。はい。で、続きましてはね、通信販売の、サイトとか、まあそういうのをお持ちでいらっしゃる方とか、まあ楽天とか、まあそういうモールに、置いていらっしゃる方とかは、もう必ず商品 A、商品 B みたいな、もうダイレクトにやっぱり商品買えるようなところのリンクがいいと思います。まあこれがお得ですよとか、これが今一押しですよみたいな商品を置くんですね。そうするとそれが常に表示されてますから、お、なんだろうこれみたいな感じでタップされると思います。やっぱ欲しいというふうに思うようなその商材をやっぱり送っておくと、やっぱりそこは通販のお店ですから、なんかいいものがあったら欲しいなって思う人が登録するはずなんで、そういうふうにして、目的に達成できるようなダイレクトなものを、の項目を置くべきです。はい。あとはですね、こういう目玉商品、セール情報。やはり登録してる上では、やっぱ得をしたい。と思って登録してるんで、こういう目を引くような形のものを2種類だけ置く。たくさん置いても、これ全部置いてもいいんですけど、ただ迷っちゃうんですよね。数が多ければ多いほど迷ってしまうんで、まあそこは迷わないような形でシンプルに2つだけ置く。まあこれをちょっと基本にしていただければいいかなというふうに思います。はい。で、続きまして、まあ、サークルとか団体の場合ですね。まあ、LINE 公式アカウントってね、やっぱり商売だけじゃなくて、やっぱりそういう、なんか、グループとか、団体とかの、交流に使ったりとかする場合もあると思うんで、まあ、そういった場合も、例えば、まあ、ご相談と会員登録とかですね。ご相談と今月の予定。みたいな形で、これも、やっぱり目的が明確ですし、すぐに知りたいなとかっていう内容のところが、やっぱ直結してると思うので、まあ、こういう項目を置く方がいいと思います。はい。なので、必ず目的に直結するボタン。これを念頭に入れて、作るような形にしてください。はい。まとめです。まあ、作り方は基本的にリッチメニューって簡単です。もう誰でもできると思います。ただし、画像作成は結構、大変ですし、センスもいるので、それは、キャンバーっていうサイトで、作っていただいて、で、ダウンロードする。もしくはもう、まんまね、もう出来上がってるものはあるんで、もう文字だけ変えたりとかってするだけでダウンロードできたりとかするんで、まあ、その辺は、まあ、キャンバー。他の、動画とかでもたくさん丁寧に説明してるサイトさん、動画もありますんでね、それ見ていただければ、キャンバーの使い方っていうのがわかると思うんで、そちらご覧いただいて、で、まあ、作っていただければいいかなというふうに思います。で、次はですね、ボタンは、ボタンの数は少なく、あくまでもシンプルに作りましょう。はい。やっぱりもう、すぐに押せるように。ということを心がけてシンプルに作っていきましょう。はい。で、最後ですね、やっぱり目的に直結するような形で、リッチメニューというのは作っていきましょう。常時下に、表示するものです。やっぱりその方が便利に使えるように、その方の目的が達成できるような形で、ボタンを置いてあげる。これがやっぱり親切なリッチメニューの作り方だし、それをすることによって売り上げも集客も上がっていくと思います。はい。今回の内容は以上になります。はい。ですね、ここまでで、LINE 公式アカウント、3つぐらいかな、上げてきたんですけど、まだまだちょっといろんな機能がありますんで、引き続き、またこの辺を説明していこうかなというふうに思います。なので、もしご興味のある方、ぜひちょっとチャンネル登録しておいていただいて、これから先の LINE 公式アカウントの内容、僕がやってるやつは2023年度の2月に撮ってますんで、結構最新の画面になってると思うので、他のやつを見ながらでも結構ですし、僕の方は、常に今の情報の画面が出てくると思いますので、ぜひご覧ください。はい、以上でございます。どうもありがとうございました。